フランス語で、青いルピナスを意味する。2007年、デビュー戦は6月18日に、福島競馬場で行われた2歳新馬戦で、単勝6.6倍の3番人気に支持され、3着だった。続く7月1日に同じく、福島競馬場で行われた2歳未勝利戦を3番人気で、制し、デビュー2戦目で、初勝利を挙げた。 初勝利後は、オープン競争に挑み、ダリア賞は8番人気で5着だったものの、カンナステイクスを4番人気で静止2勝目を挙げ、キ,キョウステイクスは1番人気となったが3着だった。そして、重賞初挑戦となった11月4日の、ファンタジーステイクスでは、7番人気で最下位の14着という、結果に終わった。続く12月16日のフェアリーステークスでは、 前走の惨敗の結果から11番人気という低評価だったが、レースでは最後の直線で後方から一気に追い込んで全馬をかわし、重賞初勝利を挙げた。この勝利は坂本勝美厩社にとっても重賞初勝利となった。2008年はクイーンカップから始動するが12着だった。しかし、続く。 ファルコンステークスでは得意の1200メートル戦で、ボバー相手ながら3着と前線したが、次のジェープニー初挑戦となった、大賀賞では14着という結果に終わり、レース後は放牧に出された。放牧明け初戦となった初の小馬との対戦箱立てスプリントステークスでは得意の1200メートルだった、ものの15着に大敗、続く。 キーンランドカップは8着、オープン特別福島民友カップでは10着、京阪杯では14着だった。2009年は、OP 特別東風ステークスから始動するが16着と、しんがり負けに終わった。その後、準オープンに高級となり、6月27日のテレビ U、福島賞に出走するも、ブービーの15着と大敗した。 続く、セプテンバーステークスでは、後位追走も失速し11着と惨敗した。続く、カツラ川ステークスでは、見せ場がなく12着に終わった。続く、奥多摩ステークスでも終始後方のまま16着と大敗した。続く、六甲アイランドステークスでも人気通りの14着だった。2010年は、新春ステークスから始動するが、 中断追走も伸びきれず8着に敗れた。続く、イカルステークスでも16着と、との負けを喫した。そして、2月9日付で競争場登録を抹消され、現役を引退した。引退後は、生まれ故郷の千代田牧場にて、繁殖品場となる。以下の内容は、netkeiba.com の内容に基づく。ab, ルルパンブルヤビスサーチ。 www.jbis.or.jp2020 年8月2日閲覧ルルパンブルーの競争成績競争場データ NETKEIBA.com2020 年8月2日閲覧ルルパンジョンヌヤビスサーチ wwww.jbis.or.jp2020 年8月2日閲覧 ab, 未最新版2014年11月24日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月2日閲覧。ひまわり特別2016年8月21日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年8月2日閲覧。3歳未勝利2015年8月9日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月2日閲覧。3歳頃2015年11月18日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年8月2日閲覧 findme 競争場データ netkeiba.com 2020年8月2日閲覧繁殖品場情報メス系情報ルルパンブルヤビスサーチ www.jbis.or.jp 2020年8月2日閲覧 ab, 塩止めでお仕事帰りに楽2017年10月5日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月2日閲覧。白鳥座特別競争2018年8月16日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年8月2日閲覧リセット競争場データ netkeiba.com 2020年8月2日閲覧 ab3 最新版2018年2月18日競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com 2020年8月2日閲覧カーバンクルエス2020年1月6日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年8月2日閲覧ライラックカラー競争場データ netkeiba.com 2020年8月2日閲覧プラネットアース競争場データ netkeiba.com 2020年8月2日閲覧ブルーアズール競争場データ netkeiba.com 2020年8月2日閲覧バジュランダ競争場データ netkeiba.com 2020年8月2日閲覧ヤビスサーチ www.jbis.or.jp2020 年8月2日閲覧。ヤビスサーチ。www.jbis.or.jp2021 年6月29日閲覧。繁殖品場情報、メス系情報ルルパンブル。ヤビスサーチ。wwww.jbis.or.jp 2020年8月2日閲覧。ありがとうございます。